マチュー・ドセビは、フランスアンイコールエイコール・ロワール県、シャンブレ・レ・トゥール出身のプロサッカー選手。統合代表、デニズ・リスポル所属。ポジションは、ミッドフィールダー。トマ・ドセビは実刑。ルマン・ UC で、プロキャリアをスタート。2010年夏、バランシェンヌ・ FC に移籍。2014年7月、オリンピア・コス・ FC に移籍。2015年9月1日。 1>, 1シーズンのレンタルでスタンダールリエージュに加入。2016年1月、スタンダールが移籍金130万ユーロを支払い完全移籍。2017年8月31日、1シーズンのレンタルで FC メスに加入。シーズン終了後、300万ユーロで FC メスに完全移籍。2018年8月3日、250万ユーロでトゥールーズ FC に移籍。 世代別代表では出身地のフランスを選択したが、A 代表はルーツの統合に変更した。スタンダールリエージュ父親のピエール・アントワーヌ・ドセビはサッカー選手であった。おじのオトニエル・ドセビはパリ・サンジェルマン FC 発のアフリカ出身選手である。陸上競技選手のダミエル・ドセビとナラヤン・ドセビは10ケイにあたる。ありがとうございます。